こんにちは、速稼塾の久保です。今回ですね、山ごもりについてテーマをいただきましたので、山ごもりに対してですね、まあ、私が山ごもりをした時の心構えをお話ししようかと思います。まあ、山ごもり24時間の場合、1泊2日の場合なんですけども、これはね、断食をする必要がありますね。断食をできればしてみてください。で、断食っていうのは物を食べないわけなんですけども、水分は取った方がいいと思いますので、2リットルのペットボトルを1つ持っていきます。で、肝心なのがここからなんですけども、精神の断食もするんですね。で、いわゆる五感をゆっくりと閉ざしていく、そのことに24時間を使っていくっていう、そういうふうなね、1泊2日の断食になると思います。精神を断食するってのはどういうことかっていうと、お腹が空いたなと思ったらね、その感覚を意識して潰していくんですよね。そして意識して潰れたら、今度はそれを無意識に持っていくってサイクルです。なんかこう寒いなと思ったらね、その寒さを打ち消していって、これもまたね、意識して打ち消していって、打ち消すことができたら、今度は意識から無意識に持っていくってことですよね。何か頭の中でモヤモヤと思い浮かんだら、それも消してください。もう無にするわけですよ。そこには白でもなく黒でもなく赤でもなく青でもない、そういうふうなね、無がこうイメージできるといいかなと思います。無をイメージするときって、多くの方が黒い宇宙空間を思い浮かべるんですけども、それも邪念です。意識を閉じていってください。そして目に見えるものに集中しそうになったら、意識を解放して集中しないようにすると、全体をゆっくりと同時に見ていくって形ですね。その他ですね、まあ、山ごもりをするとないと思いますけども、生き物と目を合わせないとかね、呼吸を合わせないとか、音を聞かないと、聞こえてくるんだけども、その聞こえてきた音を意識して書き消していって、それをさらに無意識の世界に持っていくと。つまり常に無意識に無意識に持っていく作業、それがまあ瞑想になるわけですよね。まあ、そういう気持ちで24時間やってみたらいいんじゃないですかね。今日お話しするのはそのくらいですね。それでは、いってらっしゃい。